チャンピオン121パウンド4分の3アルゼンチンミスターペドロ・デシマ26勝のうち18ノックアウト勝ちがありますペドロ・デシマ。とにかくジュニアフェザー級では最高のハードパンチャーであるという定評があります。挑戦者 WBC 世界ジュニアフェザー級5位、122パウンド松田所属畑中清。2度も3度も世界タイトル挑戦のチャンスを逃しました。今日ようやく2回目の世界タイトル挑戦のチャンスを使いました畑中。強敵ではありますが絶対に勝ちたいと語っておりました。さて3人のジャッジが採点に当たります。ブルース・マクタビッシュさん、ニュージーランドから、そしてアメリカからチャック・ジアンパさんとリチャード・マレーさん。レフェリーは採点には加わりません。裁くレフェリーがメキシコのルペ・ガルシアさんです。両選手ともグラブをつけ終わりました。畑中がまずリング中央へ、そして呼び出されましてデシマもリング中央へ行きました。レフェリーから試合開始前、まあ、もちろんもう今日十分に両者ともレフェリーから注意を聞いております。最後のレフェリーからの注意を聞きまして、まもなく試合開始。とにかくどんな試合展開になるのか、場内から拍手が沸き起こりました。こちらの方もなんとなくこうね、具志堅さん、うわーってくる感じですね。ね、固くなりますね。しかし畑中君は肌のツアーがやっぱりいいですね。あーはーはー、まあ、ジュニアバンタムが2階級上げてますからね、減量は楽だったでしょう ね、 そうですね。さあついにゴングが鳴りまして世界タイトルマッチ始まりました。いきなり左をフルッと飛び込んでいきました畑中です。積極的に行きたいと語っておりました畑中。左アッパーのデシマ、このパンチがなかなか強烈です。下がっているデシマ、頭から突っ込んでいく感じになりました畑中です。うまく間合いを取りたいところです。まあ、リズムに乗って畑中の方としてやっぱり攻めたい、具志堅さん、そんな感じじゃないでしょうか。そうですね、今1ラウンドスタートしたばっかりですから、はい、よく相手見るってことですね。なかなか速い左を持っておりますデシマです。やっぱりチャンピオンはやっぱ落ち着いていますよね。うん、今のジャブいいですね。左空振りです。畑中の左が空振り、また左から入っていきました。畑中の左がうまくプレッシャーをかけられるかどうかというところですが、松村さん、なかなか畑中君が積極的にいってますね。そうですね、デシマ、畑中君が入ってくるところ左アッパー今当たりましたけどね、当てますよ。あれは要注意ですね。左のフック、それからまた右のアッパーというふうによく言われているんですが、はい、左が引っ掛け気味に来るところがありますデシマのパンチ。しかし畑中は立ち上がりいいですね。はい、まあ、原力がありませんでした畑中。それだけにも体調コンディション絶好というふうに言われています。左から右、ちょっと右が強烈に顔面に捉えました。デシマの定評のある右のパンチであります。デシマも今日はスピードありますね。はい、ちょっと距離を取りました畑中。また左ジャブ、今度は左でデシマの方も来ました。やや下がり気味のチャンピオンです。白いトランクス、ブルーのベルト、そして黒のトランクス、濃紺なんですが黒に見えますのが畑中です。左、畑中の左です。左をうまく使っていきたいところ。さあ今度はチャンピオンが出ました。左で入っていきました畑中。いいですね今の服。どちらかといえば1ラウンドは様子見という感じの多いデシマなんですが、畑中は積極的に出ています。この右ですね、チャンピオンはねこの右がやっぱり強いんですよ。はい、これが要注意ですね。このラウンド、まあ、第1ラウンドですがいきなり畑中が積極的に行きましたが、ここへ来てちょっと畑中の方も無理をしないという感じになりました。あと30秒ちょっと。いいですねこのダブルのジャブは。ジャブをもっと使った方がいいですね畑中君は。ちょっと手数が出なくなりました畑中。第1ラウンド左、チャンピオンの左が顔面に来ます。なかなかスピードがあります、チャンピオンデシマの、左。
ンを着ました。しかし大したダメージではないようですが、やはり定評があります。右を食いました。畑中、やはり右のストレートですね、右ストレートでしたね。左のガードを下げるところがあります。ここでゴング。第1ラウンド、畑中がダウンを着したところで第1ラウンドは終わりました。両間際に畑中がダウンを着しました。右のストレート、ストレートといってもちょっとこう上から振り下ろすような感じでしたね。そうですね、伸びるんですよ、ストレートが真ん中ぐらいからガッと伸びていくんですよ。はい、松村さん、ダメージとしてはどうだったでしょう。今のは軽いパンチでしたけども、ポイントは良かったですね。はい、さあ第2ラウンドです。ダメージはそんなにないと思いますよ。はい、ただ初めて受けたその重いジュニアフェザーのパンチということで、畑中の方がこう心理的にどうでしょうね。松村さん、そうですね、今ちょっとやはり出ていきにくくなってますね、かもしれませんね。はい、ただ今デシマの距離で戦ってますから、畑中君はもう少し出入りをもう少し距離を大きめに取った方がいいと思いますね。デシマ、今のも危ないですよ。うまくかわしましたが、かなり強烈なデシマのパンチであります。そんなにそういうことないと思うんですよね、はい、畑中君はもう少しこのボクシング、はい、距離取ってジャブをついた方がいいですよ。後藤さん、はい、先ほどの回はね、不意に来るから気をつけるというふうに言っていた矢先のパンチだったわけですね、その後は動け動け、そしてレフトレフトという指示が飛んでいます。はい、左というのは畑中がもうホテルへ泊まり込んでいたわけですが、そのホテルの壁にも左左とにかく左という文字が畑中の部屋には貼られておりました。左から右、デシマ、今度は左のアッパー、ちょっと左が顔面をかすめるような感じになっています。畑中ちょっと緊張をほぐしたいところ。顔は良くないですね、ジャブをついてもう少し距離を取って、はい、自分のボクシングをしないとダメですね。具志堅さん、畑中が出にくくなってますね、本当にね。そうですね、だからチャンピオンがやっぱりガードが硬いでしょ、そんなに無理に入っても当たらないんですよ、だから距離を取ってね、ジャブジャブワンツーだけでいいんですよ。いやいや、畑中は下がり身になりました。後藤さんがじわりじわりと来ています。はい、水上さん、チャンピオンサイドもね、はい、顔をよく振って左ジャブを出せっていうことですね。はい、ディフェンスを固めろ、攻撃はいつでもできると、かなり余裕のあるアドバイスを送っています。両サイドから塩見、水明両アナウンサーがコーナーの表情を伝えてくれましたが、ちょっとこのところはチャンピオンの方が押し気味になっています。畑中が手数が出なくなりました。右のストレートうまく当たりました。左のアッパー、チャンピオンがすぐお返しです。左、畑中、左から右、今度は左空振りの畑中、右から左ボディを狙ってきます。チャンピオン右のストレート振り下ろし気味の非常にパワーがあります畑中のパンチ。で左が当たりました。畑中、早いジャブが欲しいですね、はい、畑中君はちょっと左が出ませんね、うん、左を出した時に右を食いそうな、そんな感じになっているんでしょうか。左から右ワンツー、これね、ジャブを出しとかないとですね、チャンピオンがそのまますぐ入ってくるわけなんですよ。はい、チャンピオンの右は空振り、右で入りました畑中。残り時間あと10秒、残り時間ほとんどありません。左空振り、ボディを狙っていきました。これは空振りです。ここでゴング。第2ラウンド終わりましたが、ちょっと畑中の方がデシマのパンチにやや怯えた、そんな感じもありました。松村健二さん、お二人に放送席お話を伺いながらご覧をいただいておりますが、今のこのスロービデオでご覧をいただいたチャンピオンデシマの右のストレート、具志堅さん、なかなか迫力ありますよね。重くてね、意外とですね、はい、スパーリング練習の時よりね、パンチが速いわけなんですよ、思ったより。それとボクシングスタイルもね、やっぱりアップスタイルですよ、ボクサースタイルですよ、練習の時はねファイターだったんですよ、この交換スパーリングに、そこがやっぱり作戦だと思うんですよね。とにかく白いトランクスのチャンピオンのデシマ、体がよく動きます。上半身、それからまた頭、もう的を絞らせない、そんな感じのガードになっています。黒いトランクスの畑中、左がなかなか出ません。後藤さん、はい、塩見さん、青コーナーです、どんどん動いて相手を焦らせろと、前半じゃないと後半勝負だという声ですね、はい、左から右強打、チャンピオンのデシマが振ってきました。畑中ちょっと手が出なくなりました。畑中君はもっとジャブを上下に散らして打った方がいいですね、数を。左が出ません畑中です。やはりこれまでも課題と言われてまいりました、左がなかなか出ません畑中。左から右、先に打たれますから、右を今食いましたね、食いましたね、はい、
このワンツーというのはもうポールバンキを倒した時もそうなんですが、非常にリズミックなものがありますチャンピオンのデシマ。よくパンチを見てほしいんですけどね。ただ避けることもできるんですけどね、そのままやっぱり食ってますね。いろんな角度からパンチも出てきます、はい、松村さん、なかなかね、畑中がパンチ出せなくなってますよね。そうですね、デシマのパンチはスピードがあるからね、入っていけないですよね、はい、まずジャブからですね、はい、左を出すとすぐに相手も左、あるいは右が来ます。畑中の方もちょっと出にくいところになっています。ちょっとこの1分半経過したあたりから左を使い始めました畑中。左から右、これが怖い。この必ずワンツーという形でいきます、はい、左のダブルから右のストレートですね、畑中も左をしきり練習をしていたんですが、やはり緊張感ありますよ。あっと左のストレートから右アッパーが食いました。ちょっとここで詰まった、ちょっとロープに詰まりました。畑中苦しくなりました。足はね、足は止まる、はい、止めちゃいけませんね、はい、左のジャブを食っています畑中。効いてます。反撃が空振りです。ちょっと足に来ている畑中、効いてますね。クリンチに逃れました。残り時間まで40秒あります。これチャンピオンはこれ左も右もパンチありますね、左ボディへ鼻血が出ました。畑中左ジャブが当たります。左のジャブが当たります。顔面を取られる。畑中もっと先手を取って、ジャブを散らさないとダメですね。ちょっとグラッと来ている、危ない畑中。後手に回ったらダメですよ、左小刻みに伸ばすチャンピオンです。左右は空振りの畑中、左から右顔面をかすめます。ほとんど顔の位置が動かなくなりました畑中。顔の頭の位置をもっと変えたいところ、左から右当たりました。そう、右がヒットしました。そのワンツーを出してほしいんですよ、私は、ね、はい、はい、これがやっぱりボクシングの基本ですからね。第3ラウンドが終わりました。ちょっと鼻血を出しまして、このラウンドは明らかに畑中苦戦。第1ラウンドではダウンを期して赤コーナーチャンピオン、青コーナー挑戦者ですが、両者の表情もはっきり苦しそうな畑中という感じがありました。右のストレート顔面まともに食いました畑中。スローでご覧いただきました。ちょっと具志堅さん、畑中苦戦ですね。もうちょっと我慢をしてね、よく相手が来たらパンチを避けると、足をよく使ってね、はい、元気よく動いてほしいんですよね、はい、リングを大きく使ってね、動いてほしいんですよ。まあ、柔軟な戦いというのが畑中には要求されたと思うんですが、ちょっと消極的とまでは言わないにしても下がり気味という感じが時々出ます。ワンツーで、攻めれば松村さん、チャンスあるような気もするんですけどね。そうですね、第3ラウンドの後半にボディちょっと打ちましたけども、ああいう風にボディ上とパンチを散らして顔の位置を変えなければいけないですね、自分の。もっとボディ打った方がいいですね。ちょっと畑中の方が単調な感じがいたします、はい、右、いや左のアッパーです。左が相打ち、顔の高さを変え、あ、今みたいにね、顔の高さを変えて攻撃しなければダメです、はい、チャンピオンの方は左右とワンツーが来るんですが、畑中は左が単発という形です。左のストレート出腹カウンターになりました。畑中グラッときました。右当たった、聞いた。しかし接近戦に慣れたアッパーがあります。コーナーへ追い詰めた。さあ畑中猛攻、畑中ラッシュ、畑中ラッシュ、畑中ラッシュ、押し、ダウン、ダウンです、ダウンです。いい右が当たりましたね。ダウンを取りました。しかしチャンピオン冷静です。落ち着いています。カウント8、まだ残り時間は1分半あります。聞いてますよ、畑中が攻めます。しかし接近戦では西健さん、はい、右アッパーに気をつけなきゃいけないと思うんですが、そうですね、今ね畑中のチャンスですから、私はそのままもう行ってほしいですね、はい、右ストレート、左ハート、右チャンピオンが右を返します。畑中攻める、右ストレート顔面当たった、これ効いてますよ、はい、これ効いてます。左右の攻撃、右のフックでチャンピオンを倒しました。2度目のダウン効いてます。 WBC はフリーノックダウン制です。3回以上何回ダウンしても第4ラウンド3度のダウンを奪いました畑中。さあ残り時間は35秒、畑中攻めます。逃げる、逃げるチャンピオン、これはダウンではありません。あと25秒、
です。ファンも大歓声です。4度目のダウン。しかし試合は続行されます。カウントでは救われません。ロングでは救われるか。フルカウント。第4ラウンドが終わりました。激しい打ち合いになりました。4度のダウンを奪った畑中。第4ラウンド終了です。第4ラウンド畑中が4度目ダウンを奪いました。これが具志堅さん、フリーノックダウン制ですからね。そうですね、何回でもダウンしても、はい、レフェリーさえ OK なら試合が続けられるわけですね。まだチャンピオンは左が当たりました。畑中、この回はダメージありますよ。また、はい、行かないとダメですね。はい、チャンピオンやっぱり足に来てますね。そうですか、はい、怖いのは左右のアッパー。不用意にはいけません。今の右のアッパーです。畑中がじりじりと距離を詰めます。どうやってチャンスを掴むか。確かにチャンピオンの足が止まりましたね。ほとんど足が動かなくなった感じです。具志堅さん、パンチのスピードも落ちてませんか。チャンピオンは落ちてますね。もうやっぱり、ね、足に来てるわけなんですよ、だから畑中落ち着いてね。落ち着いてね、やっぱり、はい、ワンツーでいいんですよね。一発で倒そうとしないことですね、まあ畑中君も焦ってると思いますね。はい、畑中は目尻を切っています。右のアッパーが当たりました。このアッパー気をつけなければいけません。畑中少し左目を切りましたね、目を切りました。畑中です。ボディ攻撃の畑中。畑中君強引に行き過ぎたらダメですよ。そう、ちょっとそんな感じありませんか。チャンピオンもアッパー狙ってますから、左のストレート、あと一歩ですね。はい、畑中君はチャンピオン反撃、ボディを固めて、はい、左ボディ行ってほしいですね。赤コーナー余裕がなくなりましたね、はい、とにかく動け動け、こういった言葉を連発しています。チャンピオンサイドからは水崎アナウンサーです。残り時間1分30秒。ちょっとチャンピオンの方も苦しそうです。畑中の方もあまり焦ってはいけないところ。第5ラウンドです。やっぱね、パンチを当てることは大切ですね、はい、振り回すんですって必要ないわけですよね。相手の顔面にやっぱり当てる、はい、チャンピオンも反撃です。このラウンドはチャンピオンを盛り返してきました。確かにチャンピオンの足あるいはまたパンチのスピードがちょっと落ちています。左でいきなり入ってきました。畑中はむしろちょっと下がり気味になっています。左が当たりました。今度は畑中がニュートラルコーナーへ詰まりました。やっぱり4回にやっぱりチャンスですからね、このラウンドはやっぱり畑中君はやっぱり行かなくちゃいけないですよね、はい、手数をやっぱり出さなくちゃいけないですね、はい、待っていたら相手来ますよ。左、畑中左、しかしチャンピオンも左のストレートが顔面へ。畑中は左の目尻が出血が相当激しいようです。右から左へ入っていきました。右空振りの畑中。壮烈な戦いになりました。 WBC ジュニアフェザー級タイトルマッチ。足を止めて打ち合う両者です、うん、なかなか今の接近戦ですね。あと10秒。打ち合いでも互角の打ち合いしますよ。そうですね、確かにチャンピオンのパンチのスピードがなくなりました。しかしそのパンチの重さは相も変わらずであります。左のストレート、チャンピオン、これゴング。第5ラウンドが終わりました。第5ラウンドは畑中も焦りましたが、どうでしょう具志堅さん、目の出血は、うん、全然大丈夫ですよ。第6ラウンドに入りました。そんな深く切ってませんからね。もう目の傷どころじゃないですよ。もうチャンスですからね、はい、もうやっぱりもう右のストレート、気を抜いたらダメなんですよ。畑中君は、はい、もっと集中してどんどん行かなくちゃ。後藤さん、青コーナーです、はい、左目はね2センチぐらい切れてるそうです。そうですか、はい、松村さん、出血すると気になるんでしょう。そうですね、でも今はもうそんなこと言ってられませんから。さっきのラウンドペース取りかけましたからね。この回もどん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 先手取って攻めていってほしいですね。このラウンドここまではチャンピオンが自分のペースに、はい、自分のリズムに戻りかけています。そうですね、先手取ってますからね、チャンピオンの方が。いい空振り、
下がる畑中、なかなかパンチ見えるように なりましたね、余裕が出たんじゃないですか。しかし左のストレート、もうジャブというよりもこれも完全にストレート、左から右、チャンピオンの強烈な左から右、空振りです。ちょっと初日が答えてましょうか。ボディ、今度は右、空振り、畑中の手数がちょっと少なくなっています。だんだんとチャンピオンが自分のリズムを取り戻しました。左で入りました畑中、今度は攻める畑中、まあ、減量がいろいろ取り出されましただけに、ラウンド後半になるとチャンピオンの出島は苦しくなるということあるかもしれません。このまま我慢していってほしいですね、畑中君は。右ボディを狙いましたが届きません。我慢して右が当たりましたよ。またボディが当たった、左のストレート、今度は左から右、チャンピオン反撃、左から右、このワンツーは気をつけなければいけません。必ず左のダブルから右が来ます。一進一退ですね。そうですね、左下がりながらのジャブです。下がりながらでも左を出しておきたい。今度は右を出した畑中、もっとスピードを出して打ってほしいですね、畑中パンチのスピード、左右の動きがなくなりましたね。軽快に左右へ動く、これが畑中の持ち味なんですが、もう一つそれが出ず足が止まってしまいました。第6ラウンドも残り30秒、左が華麗に顔面を捉えた畑中のジャブ、この辺でもう一つだけ強いストレート欲しいですね、畑中の左の2段3段があと右、振り下ろし右のフック当たりました。チャンピオンの強烈なフックです。左から右、手を出さないとね、当たる君は右、さあ左を返した、左を返しましたが、これクリンチに現れたところでゴングです。第6ラウンドが終わりました。とにかく壮絶な打ち合いで目が離せない、今第6ラウンド終了です。いいパンチが吹くが第6ラウンド出ました。しかしちょっと散髪じゃないですか、4ラウンドにダウンを取ってね、ちょっと引きを抜いてるんじゃないかと思うんですよね。もっとやっぱり引き締めてね、はい、何くそこの野郎っていう気持ちでね、向かっていかないと思う、はい、せっかくのチャンスを掴んでるのに。具志堅さんも相当こう揺れ込んだ解説になってきましたが、松村さん、畑中の方が右、いいのが当たりましたね、いいストレートですね、はい、それをやっぱりどんどんと使ってほしいですね、はい、2番手に左の2段、これを思い切って出してほしいところです。出島がいいジャブ打ってますから、なかなか入れないですね。そうですか、右から入りました、右から左です、畑中左のストレート、ちょっと下がるチャンピオン、下がり気味のチャンピオンです。右のアッパー振るいました、左のジャンプ、左アッパー要注意ですよ、はい、左から右ワンツー攻撃、今はですねタイミングよく当たりましたね、左、左のジャブの強い、ジャブですね、これはもうストレートですね、はい、左のストレートのパンチが入りました、はい、第7ラウンドまたダウンを奪いました畑中、さあ今度は畑中が攻める、今度は左から右、チャンピオンの反撃、危ないですよ、左のスクラン当たりました、左から右、相打ちですね、はい、右左のアッパー、今度は振り下ろし気味のチャンピオンのフックです。残り時間1分30秒終わります。左ダブル、左のアッパー、このアッパーは要注意、畑中攻める、しかし反撃のチャンピオン、左右チャンピオン足が浮いてますよ、チャンスですよ、はい、チャンピオンの足も止まっています。左なかなかしきりに左を出すようになりました。右空振り、場内は興奮の渦になっています。右のアッパーから左振りましたが、チャンピオンこれはちょっと空振りです。残り時間45秒、いい試合をしてますね。そうですね、左顔面に当たりました、畑中の左、左になってきました、チャンピオン足へ来ているチャンピオンです。
際に攻める左のストレート、左のボディーブロー。15秒ダメージありますね。相当応えてきてるよ。はい、膝に来ていますから。はい、残り時間がなくなりました。マウスピースが飛びました。ここでゴング。第7ラウンドが終わりました。畑中チャンスをつかみかけましたが、もう一歩攻めきれませんでした。畑中がチャンピオン出島をダウンさせました。ワンツー攻撃から左のストレートですね。はい、ジャブの強い、ストレートで、左のストレートですね。はい、松村さん、今あの踏み込んでたわけですよね、畑中がね。今のタイミングでよく当たってますね。右、左、はい、左のストレートですね。さあ、第8ラウンド、畑中積極的に入れました。畑中君は自信を持ちましたね。そうですか。あの4ラウンドのダウンで、ダウンを取っていて、かなり自信持ちましたね。右がチャンピオンの顔面をかすめました。チャンピオンの方もちょっと手が出なくなりました。というよりも具志堅さん、あのチャンピオンの方が踏み込めなくなってませんか。そうです。手打ちみたいなパンチで踏み込みとですね、あのパンチに破壊力がなくなったんですよ。ちょっと体が動いてない感じがありますね、はい、かなりね。足ただ右のストレート強いにはいけません。赤コーナーですがね、はい、とにかく距離を詰めて頭を低くしろと、そういう指示を受けてますね。それから手数を出せと、こんな指示が出てます。はい、赤コーナーチャンピオンサイドから水脇アナウンサーでした。一進一退の試合展開になっています。しかも右のストレート、ちょっと畑中の顔面に当たっています。後藤さん、はい、塩見さん、もうどんどんアグレッシブにいけと、チャンスがあったらもう接近していけという指示です、この右ストレートがね、畑中はまだパンチに破壊力がありますね。はい、小刻みに左を出しましたチャンピオン。右のアッパーは空振りです。ボディ攻撃、あ、まだボディは効いてますよ。もっとアッパーを打ち上げていきます。左のストレート畑中、もう少し左のジャブ、右が来た、左が来た、あとちょっと今度畑中が来た。畑中畑中のこれ割り癖なんだよね。止まった時にもらってるんですよね。もう少し動いて手数、はい、あと一歩なんですよ。チャンスですよ。いってほしいですね、畑中はもう。猛烈に攻める畑中、また右。しかしチャンピオンも反撃します。また出血の畑中。残り時間は40秒。左ボディ、右のボディです。必要にボディを攻める畑中。しかしあのローマン以来2年半ですか、だいぶ精神力っていうかね、はい、大人になりましたね。たくましくなってますか。右のショ左のショートアッパー、顔面を重ねた。畑中の左ですよ、また左、はい、左ですよ。通算これで6回目のダウンになります。チャンピオンの出島、終わり終わり終わり、やりました。ついにレフリーが止めました。畑中世界タイトルを取りました。ものすごい打ち合いでした。畑中勝ちました。第8ラウンド3分、見事に畑中が勝ちました。名古屋市国際展示場はもう興奮のるつぼであります。いやーねー、1ラウンド畑中がダウンされたからどうなるかと思いましたよ。そうでしたね。しかし4ラウンドに本当に見事にチャンスを掴んで4回ダウンを奪い、7ラウンド1回、そして8ラウンドについにタイトルを奪い取る見事なパンチを見せまして、ペドロ・デシマを下しました。ジュニアフェザー級タイトルマッチ準備回戦を行い、勝利を得たのでここにチャンピオンであることを認定します。1991年2月3日、財団法人日本ボクシングコミッション、コミッショナー保坂誠、おめでとう。
認定書の授与、チャンピオンベルトが畑中清の腰に巻かれました。悲願達成の畑中、しばらくの秋選手には中部日本放送業務取締役田中裕一様より勝利者取締役を行います。肩車されております。両手を上げまして大喜びの畑中、ファンも大歓声であります。CBC から勝利者トロフィーが田中常務によりまして新チャンピオン畑中清選手に贈られました。いや松村さん、すごい試合でしたね。よく頑張りましたね。ねえ、はい、畑中にしてみれば夢にまで言いましたこのチャンピオンベルト。3回まではですね、畑中がやっぱり硬くなって、体がやっぱりもう先に行ってたんですけど、4ラウンドのダウンを取ってですね、はい、自信を持ったと思いますよ、はい、余裕のボクシングできたんですよ。確かに1ラウンドダウンがありました。2ラウンド3ラウンドと苦しいラウンドが続いていたんですが、4ラウンド、まあ、何がきっかけだったのかちょっとはっきりわからないんですが、確かにあの左右のワンツーが出るようになってましたね。あの右のストレートじゃないですか。それがやっぱりだいぶ効いたみたいですよ、はい、そのパンチが、まあ、それとやはり後半だんだんとデシマチャンピオンの方のスタミナが落ちてきたということも言えそうであります。赤コーナー、Bueno, ya todo listo para esta pelea de título mundial reconocida por el Consejo Mundial de Boxeo entre Happy Lora de Colombia.